はい、どれです。というわけで、今回もミオ2ということでね、やっていきたいなと思いますけれども、今回はね、和紙掛け、まあ前回も和紙掛けやったんですけどね、もっと詳しく知りたいなって方はね、概要欄の方に URL をね、貼っておきますので、和紙掛けの動画を貼っておきますので、そちらの方ね、ご覧になっていただければなと思います。そうしましたらですね、今回はね、こちらのかまいたち、まずね、かまいたちからやっていきたいなと思います。まあ、かまいたちね、これ木登りますよね。この時にね、手の和紙掛け投げてね、いいんですよ。そうするとね、攻撃がバババ入るじゃないですか。まあ、これ有効だよってことなのでね、まあ知っていただければなと思います。まあ、ただね、こう火力があった時とかっていうことを考えた時に、ね、木に登っててね、早く倒してえなとかって思う時とかね、この木に登ってたらめんどくさいので、まあ和紙掛け入れちゃえばいいんじゃないのっていうぐらいなので、まあこの動画のね、プレイヤースキル的なものは全然関係ないので、まあそういうふうにね、効果的なものだよってことなので、やっていきたいなと思いますけどもね、まあ次ね、おさかべ姫。ね、両サイドにね、こうね、こう、煙くじ穴なんか出てきてますよね。まあ、これぶん投げてやりゃね、ババって当たるわけですよ。まあ、立ち回りもそうねえんじゃねえかなっていう感じですよね。火力が高かったらどうなのって話ですよね。まあ、実際、かゆいところに手が届くみたいな感じでね、このように攻撃ができるので、まあね、有効的にね、使えればなと思いますよ。まあ、投げってね、どうなのっていう部分がありますけどね。まあ、基本的なね、武器なので、その辺は気にしないでガンガン使っていけばと思ってますんでね。侍ゲーなのかなとか、いや、関係ねえや。というわけでね、今回はこれまでにしておきたいと思います。よかったらね、チャンネル登録や高評価、コメントの方もね、いろいろね、お待ちしておりますんでね。それじゃあまたね、バイバイ。